い、皆さんどうもこんにちは、ねのゆうぽんです。はい、今回ですね、今回はですね、その Amazon の方で公衆電話のイヤホンジャックっていうか、まあイヤホンジャックのとこに挿してこうもしもして喋ると繋がるんですよ。もう普通になんかそれ持ちながらこうもしもし、あ、今日遊ぼうみたいな、そんな風に喋れるらしいです。で、まあそちらのものはココフォンって言って、なんかまあ電話のものになります。もうただね、ここのスマホのイヤホンジャックの中に挿して、でそれでまあこうやってもしもしってやったらもうなんか普通に繋がるらしいです。まあ今回購入してきたということで紹介していきたいと思います。そちらがジャジャダン、はい、こちらになります。まあ一回説明の方を見たら、こうなんかこれスマホのイヤホンに挿してこう もしもしでできるらしいです。で、まあ今回は実際に今電話をしてみたいと思います。はい、こんな感じこんな感じ、うわすごいって、ここ、こえ、やばい、すごい。で、ここで刺すと でですね、まずここの方見ていくんですけども、ここまあ電話切るときのボタン、まあ本当にこのガチャンで終わるんですけども、まあ、こちらは本物ではないので、ここを押して切れます。で、繋がってる時に赤い光るのかな。で、こんな感じ。で、ここに音量。高くしたり低くしたり。こんな感じでね。もしもし。あ、おばあちゃんみたいな。じゃあね、早速電話かけていきたいと思います。ではね、かけていきたいと思います。まあ、まず、どこだこれ、イヤホンジャック。上か。ここに刺します。ね、これでも繋がってる。もしもし。ではね、まあ、今回は、パワポンに電話かけたいと思います。あ、繋がってる。あ、もしもし。すげえ、繋がってる。え、なんか今、その YouTube っていうか Amazon で、なんか電話機買ったの。そう、なんかイヤホンジャックに挿して電話できる。そう、まあこれを買ってちょっと試しに電話かけてみた。あ、別に用は何もないです。はい、でもまあね、いろんなのに使えます。音楽にも使えるし、電話にも使えるし、まあ、いろんなことに使えます。こちらね、ココフォン、ぜひ買ってみてください。こちら多分英語でココフォンとか、まあ、電話って調べたら出ると思います。でたまたま見つけて欲しくなって購入しました。ではね、ご視聴いただきありがとうございました。みんな、おつぼん。